どうも、あちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日なんですが、怪談特別回ですね。こう、暑くなってきてね、夏になると、やっぱこう、テレビとかね、そういうところでも、そういう番組というのもやるわけで。で、最近見たやつだと、学校の怪談、令和版学校の怪談っていうのをちょっとやってて、僕らがね、小学生だった頃の学校の怪談も生き残っているんですよ、レジェンド。やっぱトイレの花子さんとか、あとベートーベンの辺はやっぱね、根強く行き着いてるんですが、やっぱね、時代が変化すると、若干やっぱ学校の階段っていうのが変化してて、今回その中の一つで、パソコンババっていうのがありまして、こちらちょっと紹介していこうかなと思います。そもそもどういう風なね、形でこれが派生したかっていうと、放課後に誰もいないパソコン室に行くと、電源が落ちているはずのパソコンの画面が勝手について、その画面には老婆が映っていて、その画面を見てしまうとパソコンの中に引きずり込まれてしまうという怪談になっております。で、これなぜかっていうと、ここ数年で、小学校の、必須科目っていうんですかね。で、パソコン、まあ僕らの時代もあったんですけど、今だとプログラミングが学校のその授業の中で扱われるようになって、パソコンに触れる時間がね、長くなってきてるっていうのもあって、こういう新しい学校の階段が生まれたんじゃないかなと思っていて、まあ僕らの頃ってね、今からもうほんと20年ぐらい前の話ですが、なかったんですよ、こういうのって。パソコン室はあったけど、週に1時間とかそれぐらいだったので、そんなにこう、あれがなかったんですよ。まあ、ただね、やっぱ時代が変化してくると、学校の階段もやっぱこういう風に変化してくるのかと。そしてね、さらに行くと、まあ、その中で、未だに語り継がれてる、まあ、トイレの花子さんとか、音楽室のベートーベンとか、あと何があったか、二宮金次郎。僕の行ってた学校って二宮金次郎なかったんですよ。なので、そういう都市伝説とかね、階段すらなくって、なのでこのね、時代が変わるとともになんかこう階段もね、変化していくっていうのがちょっとこう面白かったなぁと思って、今回ちょっとね、動画にしました。こういうね、なんか新しい階段とかそういうのもね、やっていこうと思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。